ダイムとして知られるアメリカ合衆国10セント硬貨は、1アメリカドルの10分の1と同等の価値を持つ硬貨である。硬貨は現在アメリカ合衆国の中で製造、流通する全硬貨の中で最も薄く、直径は最小である。表側には、アメリカ合衆国第32代大統領を務めたフランクリン・ルーズベルトの肖像が描かれ、裏側には、 多くの松明とオリーブの枝に覆われたアメリカ合衆国のモットーイープルリブスユニムがデザインされている。硬貨には実際の価値を示す10セントといった単位は記されておらずワンダイムと刻まれているのみである。ダイム硬貨は1792年の貨幣法によってその権限を与えられ1796年より製造が始まった。 最初のダイムは自由の女神像をかたどった女性の横顔が表側に、わしの姿が裏側に描かれている。硬貨の表と裏にはこのモチーフをもとに、1837年まで3つの異なったデザインが描かれた。1837年から1891年に、かけ、シーテッド・リバティがデザインされた硬貨が発行され、縦の横に座った女神が描かれた。 1892年、同じく自由の女神を模した女性の頭部の描写が、再び効果に用いられるようになり、効果のデザイナーであるチャールズ・ E ・バーバーの名前から、バーバーダイムと呼ばれた。1837年より後に製造されたこれら2つの種類の効果には、裏側の花冠に飾り付けられた、ワンダイムの文字が刻まれた。1916年、羽根付き棒をかぶった。 自由の女神の横顔が硬貨の表側にデザインされ、通常、マーキュリーダイムと誤称される。この硬貨の裏側には、束感が掘られた。現在の硬貨のデザインや変更が行われたのは1946年で、ある。その製造の歴史の中で、硬貨に含まれる金属の比率や直径は変えられてきた。最初は、硬貨の大きさが1 9ト、mm、ルの幅で作られて、 いたが、1828年に、現在のサイズである 17.91mm へ変更されている。当初は89.24%の銀と10.76%の銅で構成されていた硬貨も、1837年を、境に90%の銀と10%の銅へと、比率が改められた。この構成で、硬貨は1966年まで製造された。 しかし、1965年と1966年に製造された硬貨は、1964年の製造年が刻まれている。1965年初頭、ダイム硬貨は白銅などで構成される、クラッドメタルという貼り合わせ合金を用いて製造され、はじめ、現在もこの製造法が続いている。ダイムという語は古フランス語のディスムの借用で、一致。 銃を意味する。このダイムの文字は初期のパターン効果にはディスムとして刻まれていたが1837年までどの効果にも用いられることはなかった。アメリカ合衆国における銃信法を基本とした効果製造の仕組みはトマス・ジェファーソン、ベンジャミン・フランクリン、アレクサンダー・ハミルトン、デビッド・リッテンハウスによって1783年に提案がなされた。 合衆国の初代財務長官を務めていたハミルトンは、議会の記録の中でこうした6つの効果の発行を推奨している。6枚の新効果案の中には銀貨があり、これは価値や重さが一単位あたりの義務を呼び、ドルの10分の1に相当するものとされた。ドルの10分の1ということから、この新しく製造される効果の名称は、テンスとされた。 1792年4月2日に通過した貨幣法は銀の重さとドルの価値の10分の1に値するディスム硬貨の製造を認可するものであった。この硬貨の構成は銀89.24%と同10.76%だった。1792年にわずかな枚数のディスム硬貨が製造されたが世間一般に流通することはなかった。 これらの中には、銅の試し打ち効果があるなど、実際には1792年の効果が流通を目的としない、市中貨幣に過ぎなかったことを示している。その後効果の需要がなく、アメリカ合衆国造兵局で効果の製造に問題があったため、1796年まで10銭と、効果は流通用として製造されなかった。 ドレープとバストと呼ばれる最初の10セント硬貨はコインの価値を示すセント等の刻印が描かれていなかった。これは1809年にキャップとバストと称される種類の硬貨の発行が始まるまで続いた。このキャップとバスト硬貨は裏側に価値を表すジューシーのマークが記されている。こうした硬貨が製造されていた間は作られる期間も不規則で、 1799年や1806年は、ドレープとバスト硬果が製造されておらず、その次の種類である、キャップとバスト硬果も製造されたのは1809年、1811年、1814年、1820年のみである。1827年よりほぼ毎年硬果の製造が行われているが、中には、製造数が極端に限られていた年も見られる。 1837年、ダイムは、シーテッド・リバティ・効果へと、デザインが変更された。これは、その前年に、デザインされた、シーテッド・リバティ・ダラー・効果と同様の衣装である。加えて、効果の大きさや、銀の含有量にも変更が施された。このシーテッド・リバティ・ダイムは54年間製造され、2001年に、ルーズベルト・ダイムが55年を迎えるまで最も長く、 高価に使用されたデザインだった。1892年、バーバーダイムがお披露目となり、1916年まで製造が続けられた。中でも、1894S 版のバーバーダイムは著名であり、たった24枚の高価が打ち出されたことが確認されているほか、そのうち9枚のみが未だに存在している。2005年5月7日にはオークションにて、 その9枚のうちの1枚が130万ドルという高値で落札され、オークション史上最も高い落札額のダイム効果となった。その後も 1894S 版はしばしばオークションにかかり、2016年には約200万ドル、2019年には132万ドルで落札された記録が残る。バーバーダイムのデザインは1916年に通称 マーキュリーダイムと呼ばれる、ウィングド・リバティヘッドへと切り替えられた。この硬貨の表側に描かれている肖像は、ローマの神であるメルクリウスであると勘違いされるが、これは自由の女神リバティを描いたものである。他の十セント硬貨も、ルーズベルトダイムを除くすべての肖像が自由の女神をイメージして描かれている。マーキュリーダイムは、アメリカ合衆国の硬貨の中でも、 視覚的に最も魅力ある効果の一つであると考えられており、多くの収集家が探し求めている。マーキュリーダイムの次は1946年、その前年4月に制挙したフランクリン D ・ルーズベルト、大統領に敬意を表しデザインされた、ルーズベルトダイムにとって変わる。当時は25年間隔であれば、議会の承認なしに効果のデザインを変更できたため、 他の効果でもデザインの変更が可能であったが、大統領の肖像を描いた最新のデザインは10セント効果に取り入れられることとなった。これは、ルーズベルト大統領が、急性開発随炎のための国営基金を設立していたことに関連する。この基金は、マーチ・オブ・ダイムズとして知られ、後に公式な名称として採用された。ダイム効果は、その導入以来、 重大なデザインの変更を経験していなかったが、1965年に構成されている金属の割合が著しく変更された。1965年の貨幣法で、ダイム硬貨のほか25セント効果や50セント効果からも含まれている銀を取り除くことが盛り込まれ、75%の銅と25%のニッケルの合金を用いるよう修正された。 しかし、1965年と1966年にも、銀を含んだダイム効果が製造されており、在庫を防ぎ製造量を増やすために製造年を、1964年、とした。ルーズベルトダイムは、現在も一般に流通しており、大きなデザイン変更も計画されていない。2003年に、共和党議会議員が、 ルーズベルトの肖像を、ロナルド・レーガン大統領の肖像へと切り替える、試みが行われたが、提案は、長続きせずに終わった。10セント硬貨の円に、現在もギザギザの凹凸が見られるのは、初期のデザインの名残である。当時は、円だけを削って貯めたもので利益を得た後、削り終えた硬貨を普通に使うなどの不正使用や、偽造を妨げるため、金貨や銀貨には、 こうしたギザギザの凹凸がつけられていた。現在、貴金属が含まれている硬貨は、流通を目的として製造されていない。しかし、こうした、広く流通する通貨に、現在もギザギザの凹凸が用いられているのは、目の不自由な人々が触れることで、どの効果なのかを判別するのに便利であるためだと、されている。 現在10セント硬貨の円には118個のギザギザの溝がある。1796年に初めて導入されて以来、10セント硬貨は6つの主な種類がこれまで発行されている。右側の年は発行された期間を、そしてバーバーダイムを除き、6種類の故障はそれぞれ硬貨の表側に描かれたデザインを表している。 1796年から1837年にかけて10セント硬貨は89.24%の銀と10.76%の銅で構成され額面の10セントよりも硬貨の価値が上昇してしまうのを防ぐために硬貨の大きさをかなり小さくすることが求められた硬貨に含まれる金属の構成は シーテッドリバティダイムが導入された1837年に変更され、銀90%と銅10%の含有率で製造されるようになった。この新しい硬貨の本質的な金属価値を維持するため、硬貨の直径はそれまでの 18.8mm から現在の大きさと同じ 17.9mm へと縮小された。 1965年の貨幣法の一節により、硬貨に含まれる銀は完全に取り除かれることとなった。よって1965年から現在まで製造されている大無硬貨は75%の銅と25%のニッケルでできている。アメリカ合衆国造幣局が1992年より発行を始めたレンジの銀貨セットでは、 10セント硬貨が1965年以前の基準である銀90%と銅10%の構成で作られている。こうした硬貨のセットは収集家向けに作られたものであり、一般に流通させることを目的としたものではない。1805年のドレープトバストダイム最初に流通した10セント硬貨は1796年のドレープトバストダイムである。 硬貨の両面のデザインは当時一般に出回っていた他の硬貨と同じで、こうしたデザインは一般にドレープとバスとスモールイーグルデザインと呼ばれた。このデザインは造幣局の主任彫刻家を務めていたロバート・スコットによるものである。表側に描かれている女神の肖像はギルバート・スチュワートによって描かれたアン・ウィリング・ビンガムの肖像画を元にして作られたものである。 このアン・ビンガムは、フィラデルフィアの社交界で著名な女性であり、フィラデルフィアの政治家であるウィリアム・ビンガムの妻である。裏側のデザインは、ヤシとオリーブの枝に囲まれ、雲に止まっている。小さな白桃はが描かれている。1792年の貨幣法では1セント高価と50セント、高価のみが、通貨単位の表示を求められていたため、 このドレープとバスとダイムは表面に何セントなのかが刻印されていない。1796年のダイム硬貨はその表側に15個の星が描かれており、当時のアメリカにおける州の数を表している。その後、最初の型に製造された1797年の硬貨には16個の星が描かれており、テネシー州が16番目の州として承認されたことを反映している。 しかし、加わった州の数を一つ一つ、高価に描き足していくと、デザインに混乱が起こることから、当時造兵局の重役の位についていたエリアス、ボーディノッドは、元々の13植民地を表す13個の星を、高価にデザインするよう命じた。そのため、1797年のタイム効果には、星が13個描かれたものと15個描かれたものの、 両方が存在する。また、裏面に再び、ロバート・スコットがデザインした、ヘラルディック・イーグルと呼ばれる和紙が描かれた10セント硬貨が1798年、新たにお披露目となった。表側はそれ以前のデザインと同じものが、継続されたが、裏側の和紙はそれまで一般に、やつれた和紙とも非難されていた和紙の絵から、 合衆国の国字が彫られたものへと変更されたのである。1799年と1806年の製造年が刻まれたダイム硬貨は作られていないが、このドレープとバストヘラルディックイーグルは1807年まで作られ、続けた。また、どちらの硬貨も89.24%の銀と10.76%の銅で構成されている。 1825年のキャップとバストダイムドレープとバストは造兵局の彫刻上手ジョン・ライヒによってデザインされたキャップとバストダイムへと受け継がれた。表裏どちらの面にも大きな変更が加えられている。新たに作られた効果の表側には帽子をかぶり左を向いた人物の胸像が描かれている。裏側は強さを象徴する三本の矢と 平和を象徴するオリーブの枝を掴んでいる白頭足が描かれている。また、わしの胸を折っているのは、6つの平行線と13の垂直線の縞模様が描かれた合衆国の盾である。その他、裏側には、ジューシーという文字も刻まれている。これ以降のダイム効果には、ワンダイムとはっきりその価値が掘られるようになったことから、このキャップ飛ばすとダイムのみが、 C という略称を用いるなど、効果の価値を明示していない10セント効果である。1828年まで製造された、キャップとバスとダイムは、大きなタイプのものとして知られる。これは特に製造に必要な機械の部品を使わずに、効果を打ち抜いており、やや広がった形になるためだった。1828年、造幣局の主任彫刻家、ウィリアム・ニースにより、 新しい製造法が導入されるようになった。これにより、硬貨の円にギザギザの溝をつける工程がオートメーション化されることとなる。また、硬貨の直径を規格化するのに加え、造幣局は新たな製造法によるより薄い硬貨の製造を許可された。この当時、質量や合金の基準を維持するため、ほとんどの硬貨の直径が縮小された。特に、 10セント効果は18.8ミ、mm、リメートルあった。直径が18.5ミ、mm、リメートルへと小さくなっている。このため、1828年より製造が始まった。この新しい方のキャップとバストダイムは、小さいタイプとして有名である。1843年のシーテッド・リバティダイム。表側に星が描かれている。19世紀末期にかけ、クリスチャン・ゴブレヒトによる、 シーテッド・リバティダイムの表側のデザインは、当時のアメリカ合衆国内で流通するすべての効果に描かれていた。造幣局のロバート・マスケル・パターソンは、イギリスの効果にも見られたブリタニアを思い起こさせるような、新しい効果のデザインを依頼していた。そこで効果の主任彫刻家であったウィリアム・ニリースが、原案となるスケッチを描いたが、 描写に苦心し効果の金型を準備するには、やや難しくなった。そこで当時、第二彫刻家の地位についた、ゴブレヒトへ、この仕事が課されたのである。表側のデザインは、ドレスに身を包みつえを持った女神が、岩に座っている絵である。彼女の右手には、リバティの刻印がある盾が置かれている。裏側には果敢に囲まれた、ワンダイムの刻印が描かれている。 すべてのシーテッド・リバティ・ダイムは90%の銀と10%の銅を含んでおり直径は 17.9mm である。この大きさと金属の構成は流通するダイム効果から銀が取り除かれる1965年まで続いた。このダイムには種類がいくつかある。初期の表側のデザインには星が描かれていなかった。 13植民地を表す13個の星が表側の周囲に加えられたのは1838年のことである。1860年代中頃に、これら星の絵はもともと裏側にあった、ユナイテッドステーツオブアメリカの名に置き換えられた。同時に、裏側の花冠は、トウモロコシや小麦、カエデ、多くの葉でできた花冠へと変更され、 円の近くまで広げて描かれるようになった。この裏側のデザインは製造が終わる1891年まで続けて使用され、1892年にバーバーダイムが登場して少し変更が加えられた。またもう一つ、1838年から1840年のダイムは女神の左肘の下に垂れ下がっている。 はずのかけ布がない状態で製造された種類がある。製造年の表示の両端に矢印がついている1853年と1873年のダイムは硬貨の重量に変更があったことを示している。1853年の硬貨は 2.67g から 2.49g へ、そして1873年にはそこから 2.5g へと変更された。 最初の変更は銀の価格高騰を受けて行われたものだが一方公社は1873年の造兵法によってもたらされたものであるこの法律ではアメリカが市中国の通貨を世界に通用するものにする試みで当時のフランスの5フラン効貨と重量比を一定にするため10セント硬貨25セント効貨50セント効貨に 少量の質量を加えることが盛り込まれていた。1902年のバーバーダイムバーバーダイムは、そのデザイナーであり、1879年から1917年まで、合衆国造兵局の主任彫刻家であった、チャールズ・ E ・バーバーから名付けられたものである。同時期にこのデザインは25セント硬貨や50セント硬貨でも、使用された。 このデザインには当初アメリカの画家によりデザインされるはずだったが、報酬のことで造幣局と折り合いがつかず、その後一般公募も行ったが、どれも満足のいくものではなかった。そこで造幣局に勤めるジェームズ・キンボールの後継者であったエドワード・オーリーチが以前より先行に上がっていたバーバーに新しい効果のデザインを命じた。バーバーにとっては、 これが最初から望んでいたことだったのではないかと考えられている。それまでに作られたすべての十セント効果と同じく、バーバーダイムはその表側に女神の絵が描かれている。この女神は月桂樹の花冠にリボンのついたフリジア帽をかぶり、リバティの刻印が入ったヘッドバンドを身につけている。この刻印は、 バーバーダイムの保存状態を鑑定するための鍵となる要素の一つである。この女神の肖像画は当時のフランスの硬貨やメダルと同時にギリシャやローマの彫刻に影響を受け描かれた。また、表側には長らく使用されている13植民地を表した13個の星がデザイン要素の一つに含まれている。裏側にはこれより以前に製造されていた。 シーテッドリバティダイムの裏側にも使用されていたものと、ほぼ同一の花冠や刻印が描かれている。1936年のウィングドリバティヘッドダイム、通例この硬貨は、マーキュリーダイムと呼ばれるが、硬貨には、ローマ神話の神であるメルクリウスは描かれておらず、また硬貨に、水銀も含まれていない。この硬貨の表側には、伝統的な自由の象徴である、 フリジア帽をかぶった女神が描かれている。この帽子の羽は、思想の自由を象徴する糸がある。著名な彫刻家アドルフ・エイ・ウェインマンによりデザインされた、このウィングド・リバティ・ヘッド・ダイムは、多くの人々より、これまでに、アメリカが死中国で製造された硬貨の中でも最も、美しいデザインの一つであると考えられている。銀九十パーセント銅十パーセントの金属構成へと、 1 7 9ミリメートルの直径はバーバーダイムの頃より変わっていない。アメリカの彫刻家、オーガスタス・セントゴーデンスに学んだウェインマンは1915年に行われた硬貨のデザインコンテストで他の2人の芸術家を押しのけて見事1位に輝いた。女神のモデルとしたのはアメリカの詩人ウォーレス・スティーブンスの妻である。 エルシー・カッチェル・スティーブンスではないかと考えられている。オリーブの枝が並列されたタバカンが描かれている。裏側のデザインは、アメリカの戦争への準備と同時に、平和への願望が象徴されている。しかしタバカンは1922年以降のイタリアの独裁者ベニート・ムッソリーニ率いるファシスト等も、象徴として用いており、戦時中には、 タバカンのデザインが批判されることとなった。主に1916年にデンバーで製造された10セント硬貨の大多数は、それまで製造していたバーバーダイムで占められていたために、1916D 版のダイムは26万4000枚しか発行されておらず、収集家からの高い需要がある。こうして、この 1916D ダイムは、 比較的良い状態であればかなり高額の価値が付けられるようになった。また、希少価値が高いだけに、高価の偽物も多い。このシリーズの高価には製造のエラーが見られることも多くあり、タバカンの真ん中にある二つの帯にあるはずの分け目の線が部分的、または完全に欠落したものが最も著名である。 中でもフィラデルフィア造平局で発行された1945年の効果は、そのほとんどがこの真ん中の帯の水平な線が、左から右へ完全に現れておらず、結果としてこうした効果が流通していない、通常の効果よりも価値あるものとなった。また、1922年、1932年、1933年の、 製造年が刻まれた10セント硬貨は作られていない。その他、フィラデルフィア造幣局で1941年に製造された硬貨の上に1942年の国印を押した硬貨も価値の高い種類である。デンバー造幣局で同年に製造された硬貨は、この年の国印があまり見てすぐにわかるものではない。収集家から特別に関心が寄せられるのは、 効果の裏側にありた感を束ねている紐の絵の状態である。打ち抜かれた状態の良いものには、この2本の紐の間に分かれ目の線がはっきりと見え、フルスプリットバンズとして知られる。こうした紐がはっきりと2本に分かれているのが見える効果は、それが見えないものよりも、概して高い価値が付けられている。ワシントン DC のレコーダーオブディーズビルディングにある、 ルーズベルト大統領の肖像1945年4月、フランクリン D ・ルーズベルト大統領の選去後すぐに、バージニア州の議員ラルフ・エイチ・ドートンによって、それまでのマーキュリー・ダイムから、ルーズベルト大統領の肖像を描いた10セント効果へ、交退させることを盛り込んだ、法律案が提出された。肖像を描く効果に10セント効果が選ばれた理由の一部分は、後に、 マーチ・オブ・ライムズと名称を変える、全国小児麻痺協会の設立に尽力した功績を、称えたためである。この財団はもともと、ポリオの調査や病気に苦しむ人々とその家族へ向け、資金を募る役割を果たしていた。その後財団に、郵便等で10セント硬貨を送ると、一般の人々より活動が推し進められ、ルーズベルト大統領が死去する頃には、 財団はすでにマーチ・オブ・ダイムズとして広く知られていたのである。それまで他の著名な芸術家が描いた効果が長年続いたことがあったが、このルーズベルト・ダイムは考える期間が少なかったにも、かかわらず、造幣局の職員がデザインし40年以上も使用され続けた。これは合衆国内で流通する通常の効果としては初である。効果のデザインには、 当時の彫刻家主任であったジョニー・アール・シノックが選ばれた。シノックの最初のデザイン案は1945年10月12日に提出されたものの却下されたが、その後1946年1月6日に2番目の案が承認された。こうして、ルーズベルト・ダイムは、 ルーズベルト大統領の64回目の誕生日となるはずだった1946年1月30日に一般へ風切りとなった。シノック自身がデザインした彼の JS のイニシャルは効果の表側にあるルーズベルトの首の基部に刻まれている。裏側には松明、オリーブの枝、多くの枝が描かれており、それぞれ自由、平和、勝利を象徴している。しかし、 アメリカ国内では強い反共産主義的な感情から流通する効果に対して論争が持ち上がり、シノックの名前の頭文字である JS が造幣局に潜むソビエト連邦の秘密工作員によって刻まれたヨシフ・スターリンの頭文字ではないかとの噂が上がった。造幣局はイニシャルはシノックのものであるとしてすぐさま噂を論破する声明を出した。 このダイム百行の2年後にシノックはフランクリン・ハーフ・ララー効果のデザインを行ったが、この際彼のイニシャルを JRS と刻んであるのは、こうした議論を避けるためだったのかもしれない。ちなみに、スターリンのミドルネームはビサリオ・ノビッチである。シノックのデザインに持ち上がった、もう一つの論争は、ルーズベルトの肖像にまつわるものであった。効果の流通後すぐに、シノックは、 アフリカ系アメリカ人の彫刻家、セルマバークが制作した、朝浮彫りの作品を登用したものではないかとする、説が上がった。これは1945年9月に、ワシントン DC にある、レコーダー・オブ・ディーズ・ビルディングで公開されたものである。シノックはこれを否定し、単に以前の自身によるデザインを利用しただけであると、主張した。 1965年の貨幣法の一説に、大無効果の金属構成を、銀90%、銅10%から、銅75%にッける25%の二層合金へ変更することが盛り込まれていた。これにより効果は、従来の質量や、電気学上の特性もよく似ており、最も重要なことに銀などの貴金属も含んでいない。構成が変えられた後すぐに、 人々は銀を含んだ10セント硬貨を使わないでおくようになり他の25セント硬貨や50セント硬貨と同じく銀を含んだダイム硬貨は姿を消すようになった。現在はこうした10セント硬貨がかなり希少なものとなったが稀にお釣りとして帰ってきた小銭の中に入っているかもしれない。造幣局は1992年より製造を開始した。 収集家向けの貨幣セット用に、再び銀貨を導入した。今日まで続いている、このセットシリーズには、銀を90%含んだ、ルーズベルトダイム、ワシントンクォーター、ケネディハーフダラーのプルーフ効果が含まれている。1946年以来、ルーズベルトダイムは、毎年製造されている。1955年までは、 フィラデルフィア・デンバー・サンフランシスコの全造幣所で製造が行われていた。また、1968年よりサンフランシスコの造幣所がプルーフ効果のみを製造している。1964年までの効果には、松明の絵の左側に D および S の造幣所のマークが見られる。1968年からはマークが 製造年の表示の上に刻まれるようになった。この間の1965年から1967年まではマークが刻まれず、またフィラデルフィアで作られた硬貨には1980年までマークが付けられていなかった。1982年のダイムにはこの P のマークが欠落したエラー効果が存在し、現在高値で取引されている。 デザインから50周年を記念して1996年の貨幣セットに含まれているウェストポイント造幣所で製造されたダイム硬貨には W のマークが刻まれている。2003年共和党の保守派がダイム硬貨からルーズベルトの肖像の使用を取りやめ存命にもかかわらずロナルド・レーガン大統領の肖像にするよう提案した。これによる 法案が2003年11月に、インディアナ州の共和党員、マーク・ソーダーによって提出された。しかし、これには、レーガンの妻であるナンシー・レーガンも反対している。2004年6月に、レーガン大統領が正居した後、この法案は、指示を得たが、ソーダー自身が今後この案についてそれ以上を従事しない、考えを示し、ルーズベルトの肖像が継続して使用されることとなった。 以下は翻訳元の出展項目である。ありがとうございます。